はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。 K1 様、森まこ様、大谷様、けんちゃん、あきらちゃん様、お手紙もご支援ありがとうございました。皆様、何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。K1 様から連絡がありまして、うっかり手が滑って10倍の金額振り込んでしまったってご連絡来まして、すぐに返金手続きいたしましたんで、月曜日の朝一入金されると、返金されると思うんで、それまでちょっとお待ちください。金額の高に関わらず、ご支援は誠に、ありがたいものであります。皆様ありがとうございました。イスラエル状況、ハマス拘束していた米国人の母娘2名を解放、カタールが仲介した、人道的理由でなんて言ってますけども、すで、に派遣済みのですね、特殊部隊デルタフォースにビビったんでしょうが、だからでしょうが、アメリカはガチで取り返しに行くから怖かったんでしょうが、子供集めて盾にしてその後ろから撃つような人殺し集団が人道とか笑わせんじゃねえって。イスラエルのガラント国防省、ハマスの解体に1ヶ月以上かかる、これは草一本残さぬぐらいに徹底的に叩くつもりなのか、ハマスの抵抗が激しそうだっていうのかは不明であります。カタールに亡命したハマストップのイスマイル・ハニヤは総資産6000億円、カタールの5つ星ホテル暮らし、優雅な暮らしの映像が流れてしまいまし、イスラエルにテロを仕掛けると周辺国からご褒美もらえるっていう美味しい商売の結果ですね。現在もハマスに影響があるかどうかは不明であります。ハマスを今でも命令しているってなったら、こいつとっ捕まえればいい話だもんね、イスラエルはね。バイデン大統領、ロシアとハマスは近隣の民主主義国家の破壊をしようとしていると非難、とうとうロシア、テロ組織と同格の扱いになってしまいました。麹町のイスラエル大使館に抗議していた中核派活動家24歳の男、警察官への暴行で逮捕、上りの棒で、警官の頭殴っちゃったんで、優しい新聞名前を載せず、どういう人生を送ったら24歳の男がね、中核派になっちゃうんだろうな。仲間はおじいちゃんばっかじゃねえの、そんながいても楽しいのかなっていうですね、謎です。プレジデントオンライン10月20日記事、昨日ですね、テレビがなくても受信料根こそぎ徴収、 NHK が待ち望んだネット受信料がついに動き出す、いや話題にすんのおっせーって、全世帯から一律徴収する放送負担金制度の導入もってあるんですけど、それは知らなかった。そんなの人頭税みてえですね、全世帯から徴収、それもはや税金じゃねえのかって気がしますけれども、世論です。全員徴収になったら暴動起きない？ネットのインフラ構築に何一つ貢献してないくせに、増税メガネならやりかねない。無料放送の国を参考にしろよ。総務官僚の美味しい老後のための NHK。 もはや税金みたい。 NHK につながらないルーターの開発を、気づいたらスマホの個人情報を NHK に渡す法律できるよきっと。ずっと NHK を見張ってきた私としては、とうとう危機感が一般に共有できたかという感想ですね。まあ遅いんですけど、 NHK 存続のための特別な負担金ということで全世帯徴収ってなったら、 NHK は必要なのかっつうですね、国民投票やらんといかんのでは。そもそも自民と総務省と党の NHK しか NHK は存続すべきって言ってないのでは。そもそも必要なのが NHK は今後もいう話から始めないとね、全世帯徴収って言う大それた大元やんだったら。受信料は番組視聴の対価ではなく NHK 存続のための特別な負担金って理屈はですね、ネットからの徴収をですね、普通に ID とパスワード発行でいいじゃんっていう、有識者から意見が出た時にですね、 NHK が慌てて言い出したものであります。だってそれだともう NHK プラスっていうのやってるし、それの売り上げ大したことねえし、 NHK が望む契約数とですね、売り上げにならないことは明白なんで、なので NHK はですね、スマホあるなら金払えを狙っています。もっと直接的な文言を発見しました。9月12日 NHK 経営委員会資料、インターネット活用業務の財源と受信料制度については、放送法第64条第1項の
教会の放送を受信することができる受信設備を設置したものに基づいて定めることが適当であり、教会の放送を受信することができる受信設備を設置したものと同等と評価される行為、これスマホを買ったっていうことですね、行ったものに対して費用負担を求めることを基本とすべきとします。これスマホやパソコンを設置したら買ったら金払えっていうこと、直接的になんか分かりにくくもにょもにょ書いてありますけど、まあそういうことですよ。直接そう言ってる。テレビを設置したら見ようが見まいが契約してもらうと同様の扱いにすべきであるって言ってる。スマホもパソコンも世界中から徴収しないと不公平ではっていう意見に対してはですね、日本で売られるスマホやですね、プロバイダーになんか仕掛けを埋め込むかもしれないな。国内発売のスマホにはですね、NHK 視聴アプリのプリインストール義務付け、法律でそうしないとスマホ売っちゃダメみたい。総務省がすっとかね、NHK が開発したですね、BCAS 技術の特許のせいで、日本のメーカーは NHK が映らないテレビを作ることができません。実は。これ作るのなんて簡単なんですけど、作ることができません。法で規制されています。イラネチキはですね、アンテナ部分の改造で NHK の周波数だけを大幅減弱させるもので、チューナーとかそういうとこをいじってるわけではない。テレビ本体をいじってるわけではありません。電波増幅装置を使えば映るっていうめっちゃくちゃな判決が出て敗訴しましたけどね。というわけで明日10月22日NHK ネット聴取反対スクランブルデモを開催いたします。詳細は動画説明欄もっと見るをクリックでご確認ください。我々が何もしないと NHK がつけ上がってどんどん進めますよ。心ある皆様ご参集よろしくお願いします。参加できない方もネットで宣伝や拡散をお願いいたします。あ、こういうデモ案だってみんなに知ってもらいたい。こんな立派な人たちもいたんだって後世褒められましょう。20日臨時国会召集増税メガネ、変化をチャンスにチャンスを力に、国民に丁寧な説明をしていく、説明さえすれば納得してもらえると思ったら大間違いだからなこいつ。世論です。何でも増税チャンスにしてるくせに、チャンスをピンチにしてるくせに、それより物価高をなんとかしろ、チャンスをピンチに変える男、もう何もするな。もう何もするな。亡くなった高野区長、豊島区ね、ピンチをチャンスにってしょっちゅう言ってましたけども、具体的にはな、もうね、まあ、それ言うとですね、なんとなく議員たち、煙に巻かれて納得しちゃうもんだから、今回のこれはですね、なんかもっともらしいこと言っとけ感がありますね。丁寧な説明。私、過去にですね、おっさんに自分の都合ばっか1時間も甘く仕立てられて、こんなに説明してるのに、どうして分かってくれないのみたいなことを言われたことありました。イラッとしました。メガネね、自分の都合ですね、何回も長時間まくし立てればきっと分かってもらえるっていう昭和のしてないか。そんなの大間違いだわな。自分の都合ばっかり、1時間も喋っててどうして分かってくれないのみたいな、その態度、分かるがって納得できるか。そんなのね、川口市のクルド人確定が交通違反取締りの白バイ隊員2名につかみかかる、動画拡散、20日18時頃の出来事だそうであります。川口市議のもとにですね、支援者が送った動画みたいであります。怒鳴りながら自分の車のボンネット叩いてバンパーあたりを蹴っ飛ばして、なんか部品が外れて吹っ飛んでましたわ。で、白バイ隊員につかみかかっておりました。自分の車ぶっ壊すのは別に言えるのも、隊員、白バイ隊員、つかみかかられて、車道の方に押し出されて、引かれちまう。ナンバー9999の暴走車で、川口でも有名な不良クルド人だそうであります。世論です。公務執行妨害で逮捕しろよ。車道で警官を突き飛ばすのは殺人未遂では、こんなのと強制なんかできっこないね。日本の法律は甘すぎ。射殺でいいよ。本当だよ。テレビ報道はされない案件、こいつが逮捕されたかどうかは動画からは不明でありました。殴ったりはしてなかったからな、なあなあで済ましたかもしれません。するとこいつはですね、これぐらいなら逮捕されない、学習してですね、次はもうちょっときつめに暴れるんじゃないか、そんで逮捕されるライン探るっていうかね。都合悪いと警官相手でも暴れればいいって思ってるのは実は世界のスタンダードで、日本が特殊であります。
外国のデモ隊の凶暴なこと、凶暴なこと、警官隊相手でもお構いなしでもね、暴れつって暴れつって、こういう連中と共通なんか無理なんですよね。こういうね、あの外国人や日本人と性質が違うんだよっていうのをテレビは隠してるから分かんないでしょ、皆さん。たまたまいる良い外国人に騙されんなって話でね、大分県肘町町議会全会一致でムスリム墓地建設に関し誠意ある対応を求める陳情書可決。なんと共産党も賛成、町民の理解が得られるまで土地売却手続きに関わる予算を執行しないよう町長に要望書を手渡した。町長、十分な説明をしてきているので執行できると思っている、要望は聞かないみたいですね。説明すれば理解は得られるって、ここでも昭和のですね、増税メガネが説明言うから便利に使われちゃってんじゃねえの、この言葉。丁寧な説明と言ってね、それさえすれば済むと思ったらお間違いだからね。世論です。埋めた瞬間からそこはムスリムの土地になる。これはもうジハード。一度でも妥協すると限りなく突き上がるのがイスラム。人事破壊もそうだけど、いろんなところで問題起きてるね。宗教に関して寛大なことすると、そこでコミュニティつけられて手がつけられなくなる。合に入っても合に従わないのがイスラムだ。あらゆる国でトラブルを起こしている。ガザ地区みたいなのができちまうかも。宗教対法律は法律の価値にすべき。奴らにとってイスラム教がその国の方より守るべきもの、優先すべきもの。だから全ての国でトラブルを起こしてんだよ。それがイスラム教徒です。川口の死亡者はどうしてんだろうね。きっと死んでるはずなんですけど、解体業者多いからこっそり埋めてねえか。だから土葬墓地を起こすって騒がないんじゃないかって勘ぐってます。議会が全員反対なのに独断専行で進める町長って何なんだろうね。次も選挙に出る気ならこんなことできないよ。議員に、誰も仲間いないっていう、応援してくれる議員誰もいないっていう市長や町長、知事もですけど浮かんないよ。議員全員に嫌われたらあらゆる議案が否決されちゃって議会承認ゼロになって全く議会進まなくなるよ。それでもいいと思わせるような美味しい飴もらったんですかね、この町長ね。これで引退しても余生は安泰だぐらいのね。この町長のせいで肘町は将来必ず困ることになる。必ず困ることになる。本人の糾弾が間に合えばいいですけどね。こんなことになっちゃったらどうしてくれるんだって、こいつが生きてるうちに文句言えればいいんですけどね。ところで韓国って土葬 OK なんですかね。土葬 OK なんですかね。もし OK だったらそこの土地買ってイスラム墓地作れよ。で、日本で死んだら運んで埋めりゃいいじゃん。金さえ出せば喜んで売ってくれるでしょ、山ぐらい。ねえ、韓国。今日の単身。20日午後、臨時国会開会式で衆院の審議長に任命された額賀福志郎、79歳。天皇陛下への式辞を読み上げた後、本来なら持ち帰るその文書を陛下に手渡してしまう。陛下、笑顔で受け取られる。ちょっと起点を聞かして、勘違いしてんだな、みたいな。事後の額賀、汗だらだらの顔で、初めてで緊張して、脳みそが老化してとっちらかってんだねえな。陛下のとっさの判断で事なき得たけど、戦前だったら不敬罪だなって、もう引退しろん。日韓議連の会長だな、こいつね。菅直人78歳、次は出馬しないと引退表明。松下武蔵野市長と一緒に凱旋やってるのがたびたび目撃されており、後継と見られる。次の衆院選は松下武蔵野市長が出ると見られる。ここ何年かはですね、元総理の肩書きで比例復活してまして、落選が続いてまして、行き恥かいてるんですよ。もう嫌になったのかな、それがな。鳩山由紀夫みたいにですね、辞めた後でも余計なことやって行き恥かいてないで、おとなしくしてろよ、お前。関口博80歳、三門に引退。この世代の引退ニュースが続きますね。ぬかが79歳も引退したら、総掛かり高田健78歳もそろそろ引退かな。平沼武雄さんと杉田水脈議員、日本クルド友好協会を脱退。付き合いで入ってたのかな、わけもわからず。外務省のフィジーに、学校建設支援事業で3400万円の予算を
現地の建設業者に持ち逃げされていたことが判明。自分の金じゃねえからって、あの建設現場の監視監督をおろそかにしてんじゃねえ。訪日外国人1、2、3位は韓国人500万人、香港含む中国人310万人、台湾人290万人だが、韓国人が1回の日本旅行で使う金額はダントツビリの39,940円。日本に来てコンビニ弁当でも食ってんでしょうか、それとも日帰り旅行してんのかな、一体何しに来てんだか全然わかんないですね。気味悪いですね。国内旅行の日本人でももうちょっと使うぞ、4万円以上は使っちゃうぞ、国内旅行ちょっと行ったら。EU 移民難民の審査強化と、問題が起きた場合に速やかに強制送還することにしれっと方針転換。やっぱりあのパヨの言う綺麗事は現実には勝てなかったみたいだな。これが世界のトレンドです。岸田はね、何より外国人労働者増やそうとしてんのよ、逆行してんだよねという話でね。というわけで明日ネット聴取反対デモやりまーす。午後1時半集合です。春の小川コミュニティパークに、皆様ご参集ください。参加できない方はこのデモを宣伝拡散してもらってですね、ご協力ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。